トムロフトのレース場と飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます三月二十九日月曜日の朝です今日の空模様です東の空から南の方へカメラを回してます東の空には雨雲がまだ残ってますねカメラ回してきますと南の空には 低いところには雲が出てますけども、上空は青空に変わってます。昨日は夜中、ずいぶん強い雨が降ってました。その雨も上がって、これからはこの西の青空が上空いっぱいに広がるんじゃないかなと思います。富士山も西の空、綺麗に見えてます。鳩さん、おはようございます。 おはようございます今日の棚の上の位置は青球のオスですねアイのねえー、600キロ猛禽に羽を抜かれて帰ってきたとですいつもここにいる鳥ですよねでも少ない羽数で残念ですね猛禽に引っかかえなかったらこの鳥も放乱7日ぐらいですかね で持ち寄り参加できる鳥でした少ない波数なんでね本当に残念です旧車の中の気温14.1度いやー暖かいですね平均気温の最高気温が15度ぐらいと聞いてますんで最高気温並みの朝の温度になってます出社後の鳩たちです 今日も鳩は勢いよく外に出て行きまして上空はやがって数分間見えなかったですね羽、まあ、数が少ないんでどこ飛んでるのか判別するのが難しいということもありますけども見えなくなってましたどっからか戻ってくるかなと思って、えー、キョロキョロしてましたらば南の方から飛んできました これ戻ってきて結構高いところをぐる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 旋回してましてえーなかなか飛びプリテしてはいいなといい飛び方をしてるなと思って眺めてますはい私のはこれで掃除に入りますもう毎日気になるのはお天気ですねもう天気予報1日何回 テレビを見たりウェブで見たりするのかなぁなんて、えー、自分でもびっくりするぐらいですこれはおしゃまんべの10日間の天気予報日本気象協会の予報ですんーやっぱりサイクル的に土曜日日曜日悪そうですねもうちょっとこれで詳しい、えー、土日の予報が出てますんでそれを見てみたいと思います土曜日は 曇りですね日曜日は雨うーん、あんまりハトレースには適さない天候ですね特にこれ東寄りの風がオシャマンベ付近吹くみたいなんでこの東風が吹くとオシャマンベって割と霧が出るんですよねまあ、気温によっても変わってくるとは思うんですけどもこの東風というのはクセもので、うん、この風が吹くとオシャマンベノーム で前がもう見えなくなっちゃうような天気のことがありますおしゃまんべ地方の来週月曜日火曜日の予報ですね月曜日は良さそうですね火曜も良さそうです月曜日はずいぶん強い北風が吹きますねまあ、朝早い時期は雪マークも出てますから月曜日の少し遅い時間この追い風に 乗っかって飛ばすというのはどうですかねまあ日本気象協会の方が当たればいいんですけどももう一つのウェザーニュースの方を見てみたいと思いますウェザーニュースの天気予報ですね土曜日曇り日曜日曇り1時雨のマークですねやっぱり天気は良くないという判断ですね月曜日 晴れのち曇り一時曇りですかね？なってます。月曜日は良さそうですね。こちらの方は私は有料会員じゃないんで先々の詳細の天気は情報は得ることができません。まあ、これで見る限り、月曜日がなんか飛ばせそうな感じだな。最後にこれは小金井ですね。 期間値の天気予報です。うん、土日はあんまり良くないですね。土曜日曇りで、えー、日曜日は午前中雨が残りそうですね。月曜日からは天気良くなりますので、やっぱり月曜日放給で遅い時間の放給というのが今の天気の状況からするとベストじゃないかななんて思ってます。 今日はこの辺でこのブログを終わりたいと思います。本日もこのブログにご越ししたきありがとうございました。また次回もお越しいただくよろしくお願いします。失礼します。